ギリシャアルカディアの牧草地牧草地は、家畜の餌となる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地を言う。家畜の餌となる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地を牧草地という。これは、牧場主や企業の所有する私的な牧草地と住民に広く開放されている、されている地域コミュニティの共有牧草地とに2分できる。 校舎には自然地形をそのまま利用した共有の放牧地も含まれる。近代的な牧地区あるいは先進国の牧草地は前者であるが、歴史的には校舎の自然地形を利用した放牧地あるいは地域コミュニティの共有の牧草地が主流であった。対東北地方の牧草。牛盤は道路やあぜ道の脇に生えている牧草を肉牛に食べさせる。 このような無償の牧草の利用はローカルコモンズがあって可能となる。しかし、現在の開発途上国における牧畜にあって地域コミュニティや自然地形を利用した共有の牧草地は無視できない。このような牧草地は地域コミュニティのメンバーが利用、管理するローカルコモンズと言えるものである。歴史的に見ると自然地形を利用した 放牧地あるいは地域コミュニティの共有地にあって、牧草利用者は、互いの牧畜に配慮して、牧草を家畜に食べさせてきた。共有地をめぐっては、牧草利用者が過剰に家畜を飼育し、共有地の牧草を集奪的に利用する過放牧が進行するとして、コモンズの悲劇が主張されることもある。しかし歴史的に見ると、コモンズの悲劇によって、牧草地が劣化した事例は、 ほとんどないとも考えられる。ロールベールラップサイロの点在する北海道の牧草地牧草は家畜の飼育に使用される草本類のこと、牧畜に用いられる。北海道の都市郊外の農業地に行くと季節になれば至るところでロール状の牧草やそれが黒や白色、緑色のシートでラッピングされたものが置かれているのを見ることができる。 ラッピングすることにより乳酸発酵し、サイレージとなる。これは、冬のための保存食として利用される、牧草に関する関連用語。ありがとうございます。